どこ行くかな。真田の大将、この間の話だけど、まだあの夢を見ているのか。ああ、そうだ。青い水底にいる夢を見る。確か親方様が倒れてからずっとだな。奇妙な夢だ。この耳には水の音しか聞こえず、もがこうとも水上に出ることはかなわず、水底から見上げると太陽が輝いているのだ。その輝きが目に焼き付いている。ふん、太陽、想像したら幻想的本当だ。前田君、さよならだ。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、もうキングはまず…ギター、オクラ、オクラとカブトムシ。まず今で、はい、オクラの勝ち。さすが、おじい様。おじい様。おわー、うっせぇ。あ、島津か。兄貴。おあら、来ましたよ。サムネ。来ました、これは。いよいよ石田殿が目の前に。雪村様、一大事にございます。何事だ。徳川軍と共同戦線を結ばんとする伊達軍が我らが新軍の背後をつき、上田城を通過戦としております。なんたることだ。あれほど親方様に背後をおろそかにするなと言われていたのに。皆の者、引き返すぞ。出ました。あら、はい、イベントでござる。君はマサムネ好きやもんね。イベントでござる。どうしようかな。あ、ちゃうちゃうちゃう。こっちの方が多いけど、でも攻撃力こっちの方が高いよね。まあ、いっか。手に入れたものもなかったしな。一択。一択よ。行こうか。パーリーしに行こうぜ。目の前に夢中になる気持ちはわかるが、背後がガラ空きとは。うるせえパーリー。会場の名が泣くぜ。うるせえパーリー。いや、一応カリスマですか。一応カリスマっす。油断大敵ってやつだ。次は頭の後ろにでも目をつけて。うるせえパーリー。やばい。いや、そんなこと言ってたらもうだんだん宴とかであの人がやってくれやんかも。うせパーリー、指パッチンしただけでな、爆発させてくれるから。あ、そうな。パーン。宴、あんま、てか全然やったことないのね。宴はやり込んだよ。宴だけはやり込んだよ。うん、まあやった。3やからね。家康に野暮用があるんだね。えなげまノックをしたんだ。出たよお前のそのノックを。ちょっとだけ英語使ってくる。あらあらあら、水門開いちゃうから。あったな、こんな邪魔じゃい。危ない危ない危ない。後ろ後ろ後ろかな。うん、死せねばならぬ。追加させては親方様に申し訳が立たぬ。いやー、この技大好き。まだあるか。あ、よかった。こっからが大変だろうな。同じ声でできた覚えないもんな。いや、やろう。侵入、撃退せよ。あらららら、1、2、3、4、あ、こっちやったか。押し上げだ。来た。よし、出た。だよ、右腕やった。右目です。右目か。さあ、右腕は違う。きたー。もうお前のことも忘れてたわ。右目か。出たよ。片倉小十郎、伊達政宗は龍の右目片倉小十郎に陣頭指揮を任せている模様。まずは片倉小十郎を倒し、毒眼龍を戦場へ引きずり出しましょうぞ。また難しいこと言って。今徳川殿と政宗殿が手を結ばれては脅威は倍と吹き上がろう。
でもな、正宗さんは一度ちょっと敗北を期してるから。古風と烈火のごとく、まあね、真田幸村真由。よし、隙を狙うような奴が勝つ。まあ、あれだけでどんだけみんな薄い本が書かれたことか。2、3、おダブルダブル。あら、開かれた。いや、まあ、これは入ったら開かれる、ね。うん、だいたい入ったら。そして2つ、そろそろ見えてきたか。ほら、ほら、邪魔じゃこの野郎。出た、またベストとか使うなよ。辛いすぎなよ、最初は。ある気になるぜ。じゃあ、私は。よくあることだ。落ち込んじゃいられねえ。ちょ待ってな。進まらへんのか。一時はこの右目えぐり取ってやろうとも考えたが、これは俺の目ではねえ。なんか龍が如くにこんなおったの。あの日の誓いをてめえの右目に刻み込むのみ。ヤクザ、マジヤクザ。そう、ヤクザ、マジヤクザ。深い沼でもなくてめえを個人的には買う。学園バサラでは農業が趣味です。いや、まあ、元からね、農業してますから。まあな、ご指摘の通りにござる。ぶっ殺すぞ。おわぁ、馬出てきた。馬苦手なのやな。とりあえずぶっ壊す。あ、間違った。もう使っちゃったよ、ダルオも。あら。クソが。オッケー。あるいは徳川家康。トレンド行くよ。オッケー。スーパーフリーバーになってる。オッケー、これであれが作れる。繰り返すは愚か者の証。誰もトロフィーが作る。ここまでか。おめでとう。はい、来ました。出たよ。はい、来ました、来ました。パーリー野郎、頭いつもパーリー。出たよ。じゃあ今回はちょっとな、キレてるから、あー、ちょっとキレてる。ちょっとキレてる。よし、こっちか。ラストワン来たよ。また使っとる。するか前、その一部分だけ使うのなんとかすら面白い。なあ、どっから行けたっけな。あるところから。おっとっと、危ない。静かに行くぜ。俺の目標がそういう人。サスケ気のせいか。貴様、まっすぐ行ったな。うん、特別恩賞。そんなんあったん。ある、ごめんよ。裏から回る。ちょっと、あったっけ。でも、待って、どうやったかな。裏から回るところあったっけ。あ、あれは、あれか。また違うやつ。違うやつや。上田城やから、こんがらがった。あ、上田城で、雪村倒すときは、裏から回るといい。ヒヤと経験が足りなかった。それだけじゃ。うさよ、パーリーやろ。命尽きし後にまで。まあ俺の使いやすそうだよ、私。あんま使いに、あんまっていうか使いにくいよね、伊達まさむ。へえ、それは意外。どっちか言ったら、まさむの方が使いやすいっていうか。
やるね。あ、でも一番使いやすいと思うのはあれだけどね、あの、ナリ様だけどね。ナリ様って？オクラ。あ、いや、オクラよりかは、いや、オクラが一番、オクラよりかはツルやろ。あ、やばい、来ないで、やめて、よして、サムライで、どこやいや、もう素直に逃げるのみやろ。痛いうっせらぶっ殺すぞやべ、ぶっ殺すぞ。一国の主として未来は吹いてみせろ。よー、俺がこいつを倒すまでオッケー、よっしゃいい感じ。ふぅ、白馬に乗ってきたよこいつ。お前なんその乗り方。出た、桜回ってるから。どっから持ってきたそれ。もうお前いつやねんみたいな。出たよ謎のムービー。対空戦が笑える。あ、やばい、何や、何もしない。それかっこ悪いからな。先を急ぐ。馬の上に立つって一番かっこ悪いからな。力押しだけじゃどうにもならねえこともある。俺もそれを学んだってやつだ。教えてあげようとしたんかな。はいい感じにさ、ストーン。ストーン。あれかっこ悪いよな、腕組みしながらって。ごめんやけど俺から見たらただのビジョンやねん。ただの良きビジョンです。わかるか大将、国を背負いながらそれに潰されることなく駆け抜けるあの男の強さ。ちょっと認める。ちょっと認めちゃった。ああ、見習わねばなるまい。ああ分かってないね。独眼流に習う必要はないさ。あんたにはあんたのやり方がある。それに、いいとこ取るね。俺様はサスケはいいわ。男が嫌いでね。出た。あんたにはあんな風になってほしくはないのさ。でもな、ここでな、一つの疑問が起きるんだ。はい。そんな髪は合わねえよっていうぐらい待ってるから。やっぱネタのやつはパーリーは怖いわ。バサラ自体ネタだからどう考えても、まあ、好きやよ。炎の守り。お、あ、いい感じのやつが。やったね、やったね、売却。なかなかいいの出えへんね、三つなり。うん、まあ、はい、また、はい、よくあるよくある。ちゃんと連打しましょう。ちゃんハイになってるって思ってついつい家の時にちょっと丸ボタン。家の方がいいよね。なんか間違ってセーブした時にあの半端ない。ああっていう。通過させてもらうぜ。じゃあな、真田幸村。同盟か。同盟組います。鶴姫はいいね。頑張れ鶴姫ちゃん。黒缶。ああ、黒当てめ。黒缶。独眼竜が徳川と組んだとあっちゃ、ちょっと厄介だねこりゃ。くっ、それがしのせいで。いい教訓になったな。目的に向かうには回り道に見えることも重要だ。そうと決まれば背後を固めた固めた。徳川殿に数段劣るこの器では大将など務まるわけがない。ふん。なあ大将、知ってるか、徳川何年もじっと耐えてきたんだぜ。あんたみたいに突っ走らずに。徳川殿が。そう、親方様も言ってるだろ。はい、行ってみな。動かざること山のごとし。
ご名答。んじゃ指示を頼むよ真田の大将。決断することがあんたの仕事だ。いい部下やわ。いい部下っていうか忍びやわ。マジいい忍び。マジおっかん。マジおっかん。うん、こっちの方がええね。でそれに攻撃とかつけたらいいみたいな。だね。で攻撃と防御どっちもつけといたら。こうか。オッケー。俺はなんもない。さあどうぞ。上杉様さあどこ行く。これ行ったら見れるよね。イベント見れる。イベントやっぱ見たいよね。そうやな。上杉行こう。上杉行こう。剣心様。上杉殿はこの状況にどのようなお顔をされるであろう。剣心様もネタやねん。まあいろんな説があるからね。上杉って 上杉剣心ってすごいで。だからの剣心さ、どっちかわからんくしたの。誰やっけ。春日。あ、春日？春日とのネタおもろない。ほんまな。あと秘密の武器がおもろすぎてほんま笑った。っていう。無敵の俺がいる限り。出た無敵。川中島は絶対無敵。私をこれで。一昨日近所の子に負けてたよな。あ、前田健二。軍神は。なおえってここにおったんけ。来たぜ、山頂。山頂。山頂。おお。じゃなかったっけ。雪景色は多かれだ。あら雪を久々に見た。恋の花冬を乗り越えその時を待つ。いや、かっこ悪いからやめとけ。さあ鮮やかな恋よ。割とごついよね。この前田ケースという木にウルイスを呼べ。豪傑ですから。こいつも使いにくいだよね。あーちょっと使いにくいよな。慣れないと。雪景色に恋の風。風を引いたらご愛嬌。あ、楽しそうで何より。あ、こっちやろ。おっしゃー。あ、ごめん、私が飛ばしちゃってるわ。じゃあ、まあ、ニートのまんまですけどね。がむしゃらに。ニート。わからなくもないよ。有名です。刑事はニート。さあ、あそこが山頂に行って、加熱を。フルボッコ。フルボッコ。せやな、フルボッコしに行こうか。ちょっと避難させてもらうよ。あ、私とりあえずこっち、こっち行けるのかな。あ、行ける行ける、確か。こっちのやつは倒すかな。じゃあ、ちょっと金ついフルボッコ。フルボッコよろ。で、これめっちゃおもろい。俺は無敵の主人公。1年かけて、ああはいはい。三発ぐらい。大体進めたら三発ぐらいで死んでる。主人公なのにやられた。誰がお前主人公言うた。さあこっからです。こっからがお前。剣心様。は私の心。堅くなに人を拒む。もう宝塚野郎やろ。お前も帰りなさい。もう完全宝塚バリ。でも多分。剣心様におったら多分惚れるやろうな。絶対女の人惚れるってなあ。だからキューみたいな。キュー 笑ってる。一応設定男やけど。アバサーでも一応男になってる。うん。あ、再出撃。
わさらは一応、まあ、男やけど、まあ、私、曖昧な感じ終わってんのかな、思った。来たよ、春日。冷たい方からつもカノン軍人、上杉剣士に甘えた剣士、そして春日という強力な矛と剣がついておりまする、彼らを倒さなければ軍神には軍神やなたどり着けますまい。前田刑事と春日の2人を倒してください。よしよしよし、いい感じ。朝のかこれ。武田の若大将が来ました。背を収め京王と結ぶつもりです。おっしゃる通り、この雪村には徳川殿と戦う術もありませんが、戦より恋になれた方が幸せだよ。あかんかん、そんなこと言った。この子な、恋とかそういうの苦手やろ。まあ、お前たち派手ちなみとか言いそう。ハレンチだ。何でもハレンチって言っとけばいいんだ。何かむしゃらなだけだ。あなた様は続感の治療を。よし、いやあ、あ、じゃあ下行こう。あれ上を砂を引っ張りつまったからな。よし、そこ馬を、で、馬乗ったらたまに、うん、あの、あれできる。まあ、行けないとこも行けるよな。負けよ、大将自らの陣取りである。あれ、ジョーバってバチじゃなかったっけ。もうこいつもかっこ悪い乗り方してる。まあ、しゃあないか。どうしよう、倒すべき。いや、倒す、倒さないといけないんですよ。倒さないといけないんですよ。胸元セクシー。セクシー。そしてまた、でもあれやで、あのお方の日々を見出すものめ。あー、なんかサスケが惚れてんな。うん、惚れてるっていうのかな、あれ。出て行け、剣心様の愛する雪景色に。いや、これ以上これ結構危ないよな。なんか、いや、まあそこは気にせず。あら、お友達感覚じゃない。いや、私惚れてんねや、思った。それなんか、惚れてるのかなと思ったけど、なんかそれっぽいんかな、うーん、みたいな。どうなんやろ、微妙なところ。出た。うるさいぞお前、笑ってまうやろ。出たよ。うーたうな。まあまあ、そういじめてくれるなって。お前に睨まれて大将ビビってるよ。じゃあ睨まれないくらいにお前が働け。おめでとう。イエイ。武田が息の衰えんこと、この雪村が示さんだ。危ない危ない。さあ、俺を刑事を。大将オン自らの陣取りだ。あー、やばい、来ないで。苦しんでいるんだな。痛いくらい怖いか。いいえ、これは終わるけどな、あんた。よし、未熟がゆえ、トラブナを継がれてたまるか。天神様のお心がせっかく静かになったのに。引いてやることを感謝するんだな。戻りなさい、お前の鞘はここにある。恥ずかしいセリフを、すぐそう言うな。そんなところが何だね、なんか恥ずかしい。なんかこれだけは覚えておいて。なんか2人見てると超恥ずかしない。明け闇の恥ずかしい。必ず朝が控えている。ハレンチなりと思う。あの、剣士様が恥ずかしいことバンバン言うから。それが茨の道とても。おいさん、そう、いつかきっと登るはずさ。あんただけのおてんとさんが。おてんとさんが言うてる間に終わった。ふふ。
次の喧嘩では俺が勝つよ。いや本当、いや本当、言い方が。出た。お、来るか。出ました。剣心さんは来るか。来まそう。いつも思うけど首にドーナツ巻いてるよね。布やで、いつも思う。あれやんな。今だ凍りついた。やったっけ、ど、あのミスドのさ。そうそうそう。忘れた。ポンデリング。ポンデライオン。ポンデリング。ポンデライオン。おいでなさい。じゃあ、じゃあポンデリングじゃない。凍りついた私の剣。もう一つあったっけ、おったっけ。そなたに焦がすことができるなら。ああ、はいはい。ドーナツの種類ね。うん。私ポンデリングしか食べへんからな。マジで。ああ、綺麗なお顔してはるわ。マジ綺麗。え、でも雪国の人ってみんな白いやん。あと白いやん。いざ、客人たちに永遠の眠りを。クシが来た。よっしゃ、行け。あ、これ違う。あ、しまった、間違えた。ほずい。上杉と間違えた。上杉とも、やはりこの雪村には無理な上でございます。戻るぞ。帰る山彦のごとく。お前は最もそばにいながら、あの男の何を見てきました。そっか、私赤ちゃんはまた間違えた。なんでやん。ごめんごめんご。何を学びました。いいえ、学びませんでした。教えてもらってる感じやな。あれ真ん中に来い。あれこれもまたちゃう。私やばい。ちょっと待って。何をしてきましたか。いい、ただただ後ろからついていこうとしたのみにございます。おお、頑張れ頑張れ。仲間なんかな。黄色の羽を、私をえぐれ。私をえぐれって言うてんねん。えぐれか。おいおい、天下の真田幸村が通るよ通るよ。君のやつ待ってたんか。私はどうじゃ動かんな思ったわ。いやー、いい感じで終わった。いい感じで終わった。あらな、ケンシンさん読みにくいのよね、文字が、セリフが。あ、すべてひらがな。いいんじゃない。子供に優しいケンシン様。そうそう、子供に優しいケンシン様。若き虎よ、己を恥じなさい。それが成長の糧となりましょう。そして己を誇りなさい。マジ優しい。カイの虎が武田を託したのは自分であると。しかし良いですか。甲斐の虎は己を信じた男。綺麗やわ、マジ綺麗やわ。お前もそれを見習うのです。さあ、あのバサラ一致か。私も共に行きましょう。あの時春日との初対面の時の上杉殿、君やったわ。なんと筆かなんか書いてて、後ろから来て覚悟って言った時のあの戦場に行った時の私の中の虎を見なさい。この胸の内に幾度も剣を交えた虎の魂が息づいています。そしてもちろんお前の内にも。そうですね、上杉殿。なんて純粋な子なんだ。なんかさ、こういう純粋な子を見てるとさ、悲しくなってくる。ああ、まあな。なんか、へへ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 へ